よって我々フェンリル本部はあの輝かしい人類の至宝を聖域として認定し、未来永劫安全に管理していくことをお約束します。君がブラッドの隊長か。随分と若いな。螺旋の木の中で俺たちの仲間が終末捕食をとどめている。何も影響はないのか。現時点で我々が把握できているのはジュリウスの特異点反応が消失したという事実だ。この状況を打開するため螺旋の木内部調査を実行に移す。対象を発見した。任務を開始する。彼女がジュリウスの人気に適合し、そして螺旋の木内部への道を開く。何か来る。炎色場パルスの大きな乱れを確認。これはお望み。人気換気率 400% 限界値に到達。起動。力を限界まで解放する気ですか。高速フレームパージ残り一つです。全高速フレームのパージを確認。ブラッドレイジ発動します。ジュリウスは生きている。作戦を開始する。への干渉は一切許すわけにはいかない。では始めよう。ブラッドは撤退して転職因子の投与を。ただに活動可能時間を超えています。ブラッド、このまま降戦します。こんな連中に構っている場合じゃねえんだよ。ジュリウスが生きていて俺たちの助けを待っているんだ。